音楽政界の歴史を知りたいと。まずは神獣の周遊と宝来島の関係から話さなければなりませんね。昔々宝来島の民は音楽の才能に恵まれました。そこを九重天に見込まれ、天印殿の予備楽団の一つに選ばれました。九重天は楽官である周遊に宝来を管理させ、二つの宝物を授けました。一つは開始神郎、もう一つは不老長寿の薬です。開始神郎は天然のバリアのようなもの、宝来を外からの災害や争いから守ってくれました。不老長寿の薬は寿命を伸ばし、若さを保たせる力があります。この力により、宝来の民は一般の人間よりも長生きできています。しかし、戦薬と一口に言っても様々です。最上級の戦薬は国主や十歳士のように最も身分の高い方々に与えられます。伝音の経路を開放し、高雅な宣教の音楽を周遊へと捧げられるのはこの方々だけだからです。音楽政界は特別な祭典です。その時は国主と十歳士が合奏をして伝音の経路を開放します。新しく選抜された役人たちには皆周遊に演奏を捧げる栄誉が与えられます。周遊に気に入られれば戦薬や財宝が手に入ります。さらに吉兆が出れば宝来の安泰は約束されるでしょう。はい、そうです。国主は千年に一度の音楽の天才と言われています。国主の音楽で周遊を満足させられないなら、もうこの宝来でそれが可能なものはいないでしょう。国主の才能を疑っていらっしゃるのでしょうか。人間界から宝来島に迷い込んだもののほとんどは平民エリアに滞在しています。もし人間界に関連することについて知りたいのでしたら、平民エリアに向かうといいでしょう。ですが、あっちは玉石混交、音楽も騒がしいものばかりです。あなた様のようなお方にはあまりふさわしくないかと。何か知りたいことがあれば、宮殿の図書館で資料を探したらどうでしょう。国主の貴重なお客様が宮門にどのようなご用事で。宮殿にない調味料でしょうか。料理に必要なものでしたら下の者に行かせてください。あなたが迷子にでもなれば国主が大変心配されます。何かあったようです。失礼します。騒いでいるのは一体誰でしょうか。どうして音楽政界に参加するのに自分の好きな音楽を諦めないといけない。こんな理不尽な条件は初めて聞いたぞ。条件を受け入れられないならさっさと帰れ。その席を他のやつに譲ってやれ。どれだけの者がこのチャンスをつかもうとしているのか理解していないようだ。古より貴族にふさわしい音楽は高雅なものだ。収入に献上できるのもそのような音楽のみとなっている。国主が平民にも貴族への昇格の機会を与えたというのに、ありがたく思うどころか騒ぎを起こすとは
何事ですか？そんな大会なら興味ない。俺は地位や戦略のために今まで頑張ってきた音楽を捨てるつもりはねえよ。兄貴、前の方で棄権した奴らが何人も出たっすよ。オイラたちもまだチャンスがある。ああ、行ってきな。このチャンスを逃すんじゃねえぞ。お前ずっと宮廷音楽に憧れてたんだろ。兄貴は一緒に来ないんすか？最初は宮廷が出した条件なんて知らなかったし、一緒に挑戦しようと思ったけど、さっきの話を聞いたら無理だ。俺たちがずっとやってきた音楽を捨てたら、この世界から音楽のジャンルが一つ消えることになるだろう。俺が家族の音楽を守る。お前は自分の夢を追いかけろ。こうするのが一番いい。行ってきな。そうしたらこれから一緒に住めなくなるよな。オイラたちは身分が変わると寿命も変わってくる。左に曲がってまっすぐだ。そこの門から出たらいいよ。好きな音楽を続けることもかっこいいことじゃねえか。あまり考えすぎるな。気楽に試験を受けてこい。兄貴、ありがとう。おいら、行ってくる。これまで音楽聖会に出席できる演奏者は貴族に限られていた。あなたが国主に、平民も選抜に入れることを進言しなければこんな面倒なことにはならなかったのに。何でしょう、私を咎めているのでしょうか。私は貴族と平民の壁を曖昧にするような無駄はやめろと言っている。あの時ソーワがどんな目にあったか忘れたわけじゃないよな。私はあなたが思っているほど高尚なものではありません。十歳史の空席を埋めてくれる人材を早く見つけたいだけですから。平民か貴族かなんてどうでもいい。シオン弱の試練を乗り越えられるものなら十分な才能の持ち主である証です。後でどんな曲を演奏するかは上が決めること。あなたは死ぬのが怖いだけだ。人材を増やして自分の司祭の座も誰かに代わってほしいのだろう。運賞、貴族になりそれなりの優遇を受けて生きてきたんだ。国難に際しては貴族としての責任を負うべきだ。俺をがっかりさせるんじゃないぞ。